将棋の藤井聡太五冠のファンの方なら誰でも知っている問題の第22弾を作成しました。藤井聡太五冠の棋聖戦第2局は神が勝っている指し手で藤井五冠が勝利しました。今回はこの対局を支えた人たちに関する問題です。中級の問題を8題です。まず問題1です。藤井聡太五冠は棋聖戦第2局で新潟県の腰の宿高島屋で対局しましたが、おかみの名前は何でしょうか。 A 高島泉、 B 高島あずみ、 C 高島もと子、 D 高島玲子。5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー。では回答します。正解は C です。18代目おかみの高島もと子さんです。藤井先生にお越しいただけるようでしたら、娘に棋聖戦をどのようにお手伝いするのかを教えていこうと思います。おかみと母親両方の顔を覗かせた第67期以降、高島屋では14回対局が行われている。そして高島さんが25年を経た今も固く守り続けていることがある。対局中はいつ呼ばれてもいいように対局室の外にある1畳ほどの座敷で約8時間座って待機しています。将棋担当の記者さんからは、今時そんなことをしているのはおかみさんぐらいだよと笑われますが、昔はこれが当たり前でした。変えるつもりはありません。越後新潟の奥座敷と称される岩室温泉、その中でも築260年超えの庄屋屋敷に泊まれる腰の宿高島屋は国の有形文化財に登録された建物を満喫できる人気の宿です。素材からこだわる料理も自慢で、泊まれる料亭と銘打つほど JR 燕三条駅から北西に車で35分ほどの田園風景が広がる岩室温泉にあります。立派な梁や柱が印象的なロビーは江戸時代に建てられたまま、いくつもの時代を超えて受け継がれてきた趣を感じます。続いて問題2です。藤井聡太五冠は棋聖戦第2局で新潟県の腰の宿高島屋で対局しましたが、若おかみの名前は何でしょうか。 A 高島泉、 B 高島あずみ、 C 高島もと子、 D 高島玲子。5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー。では回答します。正解は B です。娘さんの高島あずみさんです。対局当日はスタッフみんながピリピリしていましたと語っていました。藤井五冠の対局時の様子は厳しい表情ではなく、ごく普通の状態でしたとの印象を語っていました。おかみは棋聖戦での仕事を娘のあずみさんに少しずつ引き継ぎたいと考えている。長年の経験の中で対局の準備は高島屋のスタッフで整う仕組みが出来上がっているためだそうです。続いて問題3です。新潟県の腰の宿高島屋のおかみが以前対局で失敗した経験があります。どんなことをしてしまったのでしょうか。 A おやつを出す時間を間違えた、 B お茶をこぼしてしまった、 C どうぞと言ってお茶を出した、 D 間違えたおやつを出した。5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー。では回答します。正解は C です。第67期は当時の将棋の7タイトルを全てを獲得していた羽生善治九段と挑戦者だった三浦弘行九段が共に2勝2敗で第5局を迎えた。決着の舞台になったのは高島屋である。7冠の一つを誰が奪うかが世界的な関心事で、結局羽生九段が敗れる歴史的対局となった。実はこの対局で大失敗をしまして、対局室の中では言葉を発してはいけないルールになっているのですが、それを知らなかった私は羽生先生にどうぞと言ってお茶を出してしまいました。羽生先生の顔色がちょっと変わったのが分かりました。続いて問題4です。新潟県の腰の宿高島屋のおかみが好きな対局は何局目を希望するか。 A 第1局目、 B 第2局目、 C 第3局目、 D 第4局目。5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー。
正解は D です。第92期は藤井聡太五冠が渡辺明名人に開幕3連勝し棋聖を初防衛した第3局で決着したため、第5局の会場になっていた高島屋での対局はなかった。私は五番勝負が決着することが多い。第4局や第5局が好きです。ストレート勝ちの場合対局が行われないのは宿命ですね、と高島さんは笑う。続いて問題5です。藤井聡太五冠は10時のおやつでカップケーキのプランタンを食べましたが、これを提供したのはどこでしょうか。 A. 田中屋本店、 B. 右門明治堂、 C. 丸屋本店、 D. 富士屋。5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー。正解は C です。文明開化でにぎわう明治11年に丸屋本店は創業しました。厳しい冬を経て花々に彩られる春へ、陽光輝く夏から金秋に染まる実りの秋へ、鮮明な四季と清冽な雪解け水、肥沃な大地が豊かな食材を育む新潟、その陰で農家の皆さんによる試行錯誤が日々重ねられています。新潟の誇るべき食材を生かし美味しいお菓子を作りたい、この姿勢が丸屋本店のお菓子作りの原点です。続いて問題6です。藤井五冠が食べたプランタンはカップケーキ。新潟のブランドいちご越後姫をふんだんに使い、いちごソースをベースにしたスポンジにカスタードクリームとバニラクリームを重ねて仕上げました。価格は1個いくらでしょうか。消費税込みです。 A. 660円、 B. 702円、 C. 748円、 D. 770円。5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー。正解は B です。消費税込みで702円だそうです。丸屋本店本間幸子取締役によると、問い合わせの電話がひっきりなしに来たそうです。すぐに売れ切りになって大変光栄に思っていますとのことです。続いて問題7です。藤井聡太五冠が棋聖戦第2局で勝利につながった勝負手を渡辺名人がツイッターで褒めた指し手はどれでしょうか。 A. 3. 2金と王手飛車の手、B. 3. 1金と飛車を取った手、 C. 9. 7銀打ちと大路封鎖の手、 D. 4. 8封打ちと読んでいたこと。5秒ほど考えてください。ファイナルアンサー。正解は D です。9. 7銀打ちがすごくないですか。神がかっていると絶賛されていますが、渡辺名人は97人の大路封鎖はプロ的には普通の手です。それよりも4、8歩打ちの手順で詰めろから勝てることを2分程度で読めることが驚きですと語っている。最後の問題8です。詰将棋をやりましょう。3手詰です。3手目は次のうちどれでしょうか。 A. 3 3竜、 B. 3 2竜、 C. 2二銀、 D. 4 1金。1分ほど考えてください。ファイナルアンサー。正解は D です。 3. 2銀同金、 4. 1金までの3手詰めできましたね。
最後にお願いがあります。今後も藤井聡太五冠に関する情報をお伝えするためにも、チャンネル登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。